当たったやつを、その場でピッチしてもらう。もうそのままパッて、そう、すぐじゃないですけど、まあ、引いたやつを置いて、10秒ぐらいで、まあ、何秒で考えてもらって、用意飛んで、喋ってもらうっていう。了解です。はい。じゃあ、先頭ダリン。30秒です。はい。今。じゃあ僕はできましたが、いいですか30秒間。はい、もうノリで。ノリで、OK。なんとかします。はい。東京都の中学、高校1年生、15歳です。僕は今、ジェンダー系の団体で活動していまして、これまでのようにジェンダーを社会問題として捉えるのではなく、より一人一人のやりたい、こうしたいっていうような欲に従い、ジェンダーステレオタイプに縛られない、そんな世の中、そしてそんなコミュニティやマーケットの形成を目指しています。そのために現在、男性向けに女性の服のを展開するオンラインショップを計画しており、そちらの、授業を今後とも広げていければと思い、このイベントに応募させていただきました。どうもありがとうございました。そうですね、やっぱりどうしても僕たち高校生っていうこともあって、その企業的なつながりとか、そこにアドバイスをしていただけるメンターの方っていうのには不足しているのかなっていう感覚があるので、そこを東京都の力も借りて頑張っていけるっていうことで、すごい期待しているところであります。はい、ありがとうございます。これ1回だけですか？いや、1回だけです。結構口回らない。ちゃんと起動するなと思って。これ入ってます。じゃあ1枚あ、はい、引いてもらって、はい、秒数が45秒。だいぶ高いやん。45秒使い切らない。心の準備ができたら、はい、いや、実はカンペあるんです。カンペある。まずはい、僕は、オンラインマンツーマンサイトを経営したくて、どういうオンラインマンツーマンサイトかというと、自分の才能や知識などを他の人と1対1で共有できるオンラインマンツーマンサイトを運営したいと思います。で、やっぱり今の時代、コミュニケーション不足や孤独死の増加っていうのが社会問題化してきて、それを解消するために、このインターネットを逆に利用したこのビジネスを通じて、解決できると私は考えています。以上です。ありがとうございます。いや、ちょっともうちょっと話が良かったかもしれない。いや、ちょっとやれがしましたね。うわ、ありのままの。そうですね。TSG さんのそういうイベントとかたくさん参加すると、まあ、さまざまな価値観を持った人たちとか、また同じ理念を持った人たちと出会えるので、そういう人たちとコミュニティを作って、で、共にこういう企業とかそういうのを成功していきたいと考えています。ありがとうございます。